それでは寺島選手の会見を始めさせていただきます。質問のある方でいらっしゃいますでしょうか。そうですね、まあ、終始リードした展開で試合を運べたんで、まあ、そのなんですかね、まあ、僕らとしてもやっぱこうやりたいバスケができて、でその結果点差も広がっていったんで、それは本当に良かったなと思いますし、そのまあ相手の速攻に対してすごい僕たちは警戒してたんで、まあ、1ピリ序盤そこはなんか数回かやられてしまったんですけど、その後はこう抑えられたんで、まあ、本当に良かったなと思ってます。ビッグマンの選手がかなり走ってくるん でやっぱエチェニケとか CJ はやっぱりリバウンド行ってしまって、でそれに対してガード陣がこうバンプしたりとかしてこう相手を遅らせるっていうことを僕らはやってたんですけど、まあ、最初それができてなくて途中からでき始めて、そうすると相手もこう走ることをやめてしまったんで、それが良かったなと思ってます。そうですね、まあ、飛躍の年となったのかなって僕は、まあ、僕自身結構こう代表選手代表に選ばれたりとか、まあ、ヤングオールスターの方に選ばれたりとか でスタッツとか、まあ、スリーポイントとかもアシストとかもかなり成長できた年なんで、まあ、来年はさらにその成長を超えるような成長をできたらいいなと思ってます。そうですね、まあ、去年本当はオールスター選ばれてたんですけど、なくなってしまって、でそれで、まあ、今年どうしてもやっぱそういうオールスターに関われたらいいなって思ってたんですけど、まあ、その本戦の方じゃないですけど、まあ、そういった形でこう場所に行けるっていうのは本当に嬉しいことですし、まあ、去年ちょうどオールスターその時亡くなった時に来年選ばれなかったら僕の中でその衰退っていうかこう成長してない証拠だってことを、まあ、多分 SNS でも上げたなと思うんですけど、それに対して今回こうやって選ばれたってことは本当にまあいいことですし、まあ、成長できたって証なのかなと思ってます。人気っていうかやっぱこうファンからに対するそういう評価とかもあるんで、まあ、オールスターっていうのはそういった意味でもこうスタッツ以上にこうなんかインパクトっていうか印象を与えられてるのかなって思ってます。そこがかなり成長した点かなと思ってます。今日もアシストはね、数試合前からすごくそれが良くなってきて、それこそまあ、ガード陣がプレッシャーかけることによってそのアイザイアだったり TK っていうのがすごいこう連動してインテンシティの高いプレッシャーをかけれることがなんか増えてきたんで、やっぱガードがこうそういった勢いディフェンスの勢いを作っていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、この数試合経験して感じたこと でその中でもやっぱこうスティール、まあ、後半僕4ピリにスティールしたんですけど、ああいうのが1個ずつ1個とか2個増えていくと、まあ、チームとしてもさらにこう勢いづくんで、そうなんかファールせずにプレッシャーかけながらどっかのタイミングでそういう隙を狙えたらいいなと思ってます。そうです、僕の中ではこのファールがやっぱり前半そのクォーターの前半で4つになっちゃって、後半かけたい時にプレッシャーかけれないっていうのがあったんですけど、4ピリはそれがそのファールがなかなかつまんなくて1個2個だったんで、その中でこう相手がまあ隙の出やすい4クォーターとかにプレッシャーかけれたっていうのがまあ相手のミス誘えたりだとかスティールできたんで、そこはなんですかね、そのファールの問題が結構あったかなと思ってます。そうですね、最初の、まあ、最後の5分っていうのはやっぱり流れが、どっちに傾くかでかなり試合って左右されるんで勝敗は、なんでその最初の5分はやっぱ我慢して、最後の5分でまあ多分大きな波を持ってくるっていうのをすごい意識してて、最初の5分で多分波が来ても次に持ってかれた時にその5分でやられてしまうってことが結構あるんで、まあ、最初の5分はもう本当に我慢してその最後にその総戦力でもう勢いをぶつけるっていうのを意識してます。意識みたいなのもそうですね、4クォーターのやっぱクラッチタイムっていうか、まあ、残り3分とかの時は結構点取ることを意識してますね。そういう時ってやっぱりこうボールのなんですかね、やっぱり動きが遅くなるっていうか停滞しやすい時間帯で、個々の1対1とかが求められる時間帯もあるんで、そういった時にこうスイッチ入れ替えるっていうか、ちょっとこうアタックしたりだとか点取るってことを意識しますね。まあ、前半はやっぱりこう周りを生かすことを結構意識しながらプレーしてるん で後半はやっぱその勝つために一番必要なプレーを選択した結果、やっぱこう僕がシュートを打つことが多かったりするんで、まあ、そこはなんですかね、こう切り替えてやってますね。